5年前に結婚した優也。彼は勝手に仕事を辞め、正社員からアルバイトになったのに、家事を全部私に丸投げし、小遣いが減ると言って生活費もくれない。そんな優也に嫌気がさし、私はこっそりと離婚に向けての準備を進め始めた。ある晩帰宅すると、若い女と優也がソファーでイチャついていた。驚く私に優也が命じる。彼女が妊娠したから離婚、お前は俺の家から出てけ。目をパチクリさせる私がおかしいのか、二人はゲラゲラ笑い出した。はーい、すぐ出ていくね。だがふと大きな疑問が浮かぶ。手取り9万でどうするんだろう。そう思いつつも、着替えてサイン済みの離婚届を優也に渡し、荷物をまとめて部屋を出た。マンションの通路を歩きながら唇をかみしめた。激しい怒りがこみ上げてくる。まさか浮気をしていたなんて。しかし私を追い出そうとはいい度胸じゃないの。浮かれていられるのも今のうちよ。すぐに自分の過ちを後悔させてあげるわ。私は谷川麻美、フルタイムで働く45歳の主婦だ。同い年の優也と結婚して5年になる。友達との飲み会で出会った優也は明るい雰囲気で場の盛り上げ役だった。よく言えばフレンドリー、別の言い方をすれば慣れ慣れしい。しかしこれまで周りにいなかったタイプなので、私の目にはとても新鮮に映ったのだ。優しく微笑みながら私を見つめ、他愛ないおしゃべりに真剣に耳を傾けてくれる。そんな様子にドキドキした。また会いたいなと思っていたら、飲み会がお開きになる際、優也の方から今度は2人で会いたいと話しかけてくれた。私もすぐに OK し、数回のデートを経て結婚を前提とした交際がスタート。私は成人後、両親を相次いで病気で亡くしていた。なので家族という存在に人一倍憧れがあったものの、仕事に夢中になり、気づけば30代後半を迎えていたのだ。さらに若い頃にかかった病が原因で子供を産めない体になった。それを伝えた途端、離れていった恋人もおり、恋愛に対して臆病になっていたのである。優也は立ち振る舞いがスマートで、おしゃべりもユーモアがあり、一緒にいるととても楽しかった。また優也の家でおうちデート中に食事を作ると、私の腕を大行に褒めてくれる。麻美の飯は本当にうまいな。そう？生姜焼きとかサラダとか定番料理ばっかりよ。照れて笑うと、優也は真剣な表情で言った。定番料理が上手に作れるなんて、いい嫁の見本じゃん。つうわけで、これから俺に毎日うまい飯を作って。え？目をパチクリさせる私に、今度は優也がもじもじしながら付け加える。あれ、伝わらなかった？プロポーズのつもりなんだけどな。その言葉、今はアウトだと思うよ。え、なんだ？首をかしげる優也がおかしくて、思わず吹き出してしまった。しかし、笑っている場合ではなかったのだ。今思えば、このセリフから高圧的な態度が見え隠れしていた。プロポーズに舞い上がっていた私は、気づかずに見逃したことを後に深く後悔する。婚約するにあたり、私は優也に大事な話を打ち明けた。実は私、子供が産めない体なの。胃が縮むような思いで伝えると、優也はあっけらかんと言った。そうなんだ、いいよ別に。え、いいの？俺特に子供好きでもないし、
夫婦二人の方が楽しく暮らせるかもよ。ニコニコ笑いながら言うユーヤに救われた気がした。その後、約1年の交際期間を経て、私たちは結婚。結婚するにあたり、ローンを組んで中古マンションを購入した。スタイリッシュな雰囲気をユーヤがとても気に入り、絶対にこの部屋に住むと宣言したのだ。新婚間もない頃は会社の同僚を招き部屋を自慢するほどの気に入りようだった。結婚して1年目はとても優しかったユーヤ。平日は仕事が忙しくて家事を手伝えないからと、週末には私より早く起きて朝食を用意してくれた。また風邪で寝込んだ際にはレトルトのおかゆやスポーツドリンクを買ってきて私のベッドまで運び、大丈夫？熱は下がった？と心配そうに尋ねたりと、至れり尽くせりだったのだ。ところが新婚時代の熱が冷めると、ゆうやは本性を現し始めた。私もフルタイムで働いているのに家事を一切手伝おうとせず、顎で使う。遅いぞ、早く夕飯の支度しろ。がなり立てるゆうやにこちらもつい不満げな口調になる。残業になるってメッセージ送ったよね。冷蔵庫の作り置きのご飯レンジで温めて先に食べればよかったのに。するとゆうやは一層目をつり上げ、さらに怒鳴り散らした。はあ、仕事で疲れてる俺に立って動けというのか？お前の方が安月給なんだから俺に尽くすのは当然だろ。当時大企業で働いていたゆうやは、中小企業に勤める私よりも数万円だけ年収が多かった。たったそれだけで私を召使いのように扱ったのだ。ゴミが一つ落ちていれば掃除もまともにできんのかと私を罵り、シャツにシワがわずかに残っているとアイロンがけは主婦の基本だろとうんざりした顔を浮かべる。うちの母さんは家事は完璧で気難しい父さんによく仕えていたぞ。母さんができたことがなんでお前には難しいんだ？女ならできて当然だろ。二言目には専業主婦の義母と私を比べ、そんな暴言を吐くのだ。義父を数年前に亡くした義母は義実家で一人暮らしをしている。盆と正月には夫婦で義実家に顔を出すが、義母は私にいつも素っ気ない態度をとる。だが嫌味を言われた覚えはない。ゆうやが同居を持ちかけても一人で気楽に暮らしたいんだよと断ってくれるのがせめてもの救いだった。ただ年金生活の義母にゆうやは毎月5万仕送りをしていた。大病をして以来体調を崩しがちな義母を働かせるのは心配だというゆうやの気持ちもわかるので、私も承諾したのだ。また結婚前に私のご飯を褒めていただいただけあって、ゆうやは食事にだけは文句を言わず毎回きれいに平らげてくれる。しかしそれ以外は些細なミスに怒鳴ったり、虫の居所が悪いと私に当たり散らしたりと暴君のように振る舞うのだった。何より悲しいのは、子供を産めない私の前で妊娠したタレントの話題を取り上げ皮肉る点である。このドラマの女優40歳で妊娠だってよ。お前も今から頑張ればなんとかなるんじゃねえの？ああダメか、お前は欠陥品だもんな。ワイドショーの画面を見ながらゲラゲラ笑うゆうや。そしてまた別の日、子育てで芸能活動を休んでたタレント、ドラマの主演で復帰だってさ。こいつ独身の時よりなんか色っぽくなったよな。そうね。携帯の画像を私に見せるゆうやに感情を抑えた声で相槌を打つと、彼は私を見ながら嫌味な笑みを広げる。お前も子供を産んだら少しは色気が出るかもな。おっとごめん、無理だったわ。
こんなやりとりが数回続き、私はたまりかねて優也に不満をぶつけた。優也、子供はいらないんでしょ？なんでわざわざ私にその話題を振るの？気分悪いよ。すると優也は驚くべき発言をしたのだ。結婚前はな、けど他の親子連れを目にするうちにやっぱ子供欲しいなって思うようになったんだよ。じゃあ養子を迎える方法でも調べてみる？そう持ちかけると、優也は露骨に顔をしかめた。俺とは似ても似つかない子供なんて気味悪いだろう。そんなことするくらいなら虫でも可愛がった方がマシだわ。結局優也は自分だけが大事なのだ。欲しいのは自分の遺伝子を引いた子供だけなのだろう。結婚してまだ数年というのに、優也の私への愛情はすっかり冷めたようだった。一方で私は優しかった頃の彼を忘れられず、未だに未練がある。ある晩、優也がいつものごとく笑いながら文句をつけてきたので、思い切って尋ねてみた。ねえ、私のどこが良くて結婚したの？顔を見るとイラつくのなら、なんで一緒に暮らす日々を選んだの？すると優也はシャワーで濡れた髪を拭きながら間髪入れずに答えた。地味だから。あ？聞き間違いかと思ったが、優也は意地の悪い笑みを浮かべ、バカにした口調で続ける。お前地味だろ？金がかからなさそうでいいと思ったんだよ。俺の給料を浪費されるのは勘弁だからな。まあ地味すぎてすぐに飽きたんだけど。思いもよらぬ言葉に絶句する。優也が携帯ゲームをしながら書斎に行った後、ポツンと残された私はリビングのソファーで呆然としていた。悔しさと悲しさで胸が引き絞られるように痛む。あの優しさは全部嘘だったのね。最初から私への愛情なんてなかったんだ。その晩は枕を濡らしたが、ひとしきり泣いたら落ち着きを取り戻した。パートナーの嫌味に耐えきれず離婚とか、我慢が足りないみたいで恥ずかしい。仕事が忙しくて苛立ってるだけ。落ち着けばまた昔の彼に戻るはず。そんな風に考えていた自分がバカみたいだ。すっかり目が覚めた私は決意した。もう別れよう。フルタイムで働いているおかげで一人でも十分生活できる。今後の生活について情報を集め、離婚を切り出すタイミングを図っていたら、ある日突然優也が会社を辞めてしまった。もともと相性の合わなかった上司に仕事のミスを指摘され、文句を言ったのが原因で、優也は暇な部署に飛ばされたのである。あんな墓場みたいな部署で働けるか。有能な俺にはもっとふさわしい会社があるはずだ。そうして威勢よく会社を辞めたはいいが、資格もない40過ぎの男を好条件で雇ってくれる会社はなかなか見つからなかった。半年間書類選考に落ち続け、嫌気がさした優也は正社員を諦め、週に4日のアルバイトで妥協した。子供がおらず教育費は不要とはいえ、マンションのローンに生活費、将来の老後資金の貯蓄などお金がかかることだらけだ。ところが優也は求職活動に飽きたようで、他のバイトとの掛け持ちもせず、空いた時間は家でのんびりゲームをして過ごしていた。時間に余裕ができたのに、相変わらず家事は私に丸投げだ。優也、私より家にいる時間が長いでしょ。掃除や洗濯をしてほしいわ。私寝る時間を削って家のことをしてるのよ。責める口調にならないよう気をつけて頼んでみたが、優也はいまいましげに私をにらみつけた。家事は女の仕事だろ。お前は好きで働いてるんだから文句言うなよ。仕事は好きだけど生活のために働いてるのよ。わかるでしょ。
苛立ちを懸命にこらえて反論すると、ゆうやは空に怒りをぶつけてくる。ふん、自分の給料が俺より多いから俺を見下してるんだろ。しょぼい会社で主任に上がったくらいで偉そうに。本当は俺の方がお前よりずっと優秀なんだよ。そしてふと思い出したように釘を刺した。おい、母さんには内緒だぞ。俺は大企業に勤める優秀な息子なんだ。だからこれまで通り月5万の仕送りはお前が代わりにやれ。仕送りは構わないけど。ゆうやの命令口調にうつうつとした気持ちになる。姑をいたわるのは嫁の義務だろ。俺のことで心配かけてショックで寝込んだら大変だからな。これも親孝行だ。いいな。はーい。稼ぎの少ない方が家事をしろと偉そうに言ってたのは誰よ。喉元まで出かかったが飲み込んだ。この人にはもう何を話しても無駄そうだ。私はこれまで通り家事と仕事を必死でこなした。ゆうやはちっぽけなプライドを守るためか、給料明細を私に見せず書斎にしまい込んでいる。しかし店の求人募集のポスターに時給が載っているので、月給は容易に想像できた。しばらくするとゆうやは自分の給料を家に入れることすら嫌がるようになった。発給なのに麻美に渡したら俺の小遣いが減るというのが理由らしい。だったら仕事を増やせばいいのに。なのに態度だけは高収入の頃と同様高圧的なままだ。こうなるとますますゆうやと一緒に暮らす意味がわからなくなってくる。ある日仕事が残業になり、私は疲れ切って帰宅した。ただいま。弱々しい挨拶が廊下の奥から響く女のはしゃぎ声にかき消された。ふらつく足取りで廊下を進み、リビングの戸を開ける。そこには信じがたい光景が広がっていた。若い女とゆうやがソファーで笑いながらじゃれている。呆然と立ち尽くす私に先に気づいたのは女の方だった。ん？彼女どこかで見覚えがあるような。ほら、奥さん帰ってきたよ。甘ったるい声を出した女はやんわりとゆうやを押しのけ、勝ち誇ったような目つきで私を見据える。女は20代だろうか。色白な肌にロングヘア、バッチリメイク、いかにも今時の可愛い子だが、どこか下品な雰囲気が漂っている。やっと帰ってきたか。待ちくたびれたぜ。やれやれという調子で言ったゆうやがソファーで女の肩を抱き寄せ、仲良しぶりを私に見せつけた。紹介するよ、井田ゆめ子、俺の愛人だ。どうも、はじめまして。ゆめ子というらしい女がこびるような笑顔を私に向ける。こんばんは。さして動揺も見せず淡々と返した私に、二人は顔をしかめた。しかしすぐにゆうやは気を取り直したようだ。テーブルに用意した離婚届を持ち上げてひらひらさせ、いたけだかに命じた。彼女が妊娠したから離婚。お前は俺の家から出てけ。目をパチクリさせる私がおかしいのか、二人はゲラゲラ笑い出す。いや、妊娠という言葉に驚いたのではない。想像以上に頭が空っぽなゆうやにだ。ゆめ子のお父さんは隣町の会社の社長なんだぞ。俺も彼女と結婚したらいずれは後を継がせてもらうんだ。有能な俺には地味女よりこういう子がふさわしいよな。へえ、社長令嬢。まっすぐにゆめ子を見つめると彼女の視線がわずかに泳いだが、すぐにこびるような笑顔を作り、ゆうやに甘え出した。ゆうくん、早く一緒に住みたいな。お腹の子のためにも。うんうん、そうだよな。つうわけで邪魔者はどっかに去れ。
ゆうやが手で追い払う仕草を見せる。はい、すぐ出ていくね。笑顔で返事をし、荷物をまとめるために寝室へ足を進めた。だが、ふと大きな疑問が浮かぶ。ゆうや、手取り9万でどうするんだろう。まあいいや、私には関係ないし。普段着に着替え、生活必需品をキャリーケースにまとめてリビングに戻ると、ゆうやとゆめ子は飽きずにソファーでいざついていた。はい、書いたわよ。役所に出しておくわね。あ、おい、なあ、俺に言うことないのか。私があまりにあっさりしているので不安を感じたようだ。別に。ああ、これからいろいろと頑張ってね。皮肉だと伝わるかどうか怪しいが、ゆうやとゆめ子にそう告げ、部屋を後にした。さっき通ったばかりのマンションの通路を歩きながら、唇を噛んだ。激しい怒りがこみ上げてくる。まさか、浮気をしていたなんて。しかし、私を追い出そうとは、いい度胸じゃないの。浮かれていられるのも、今のうちよ。すぐに自分の過ちを、後悔させてあげるわ。前から検討していたマンスリーマンションの契約を済ませ、そちらに移るついでに役所により離婚届を提出した。引っ越し業者にも連絡して引っ越す日時を決め、ゆうやがバイトで不在の間に部屋に戻り、自分の荷物を少しずつ段ボールにまとめる。服や本などが手元に届くと、いくらか気持ちがすっきりした。休日にはマンションの情報をネットで集めて、定住先を考える余裕も出てきたのだ。そして一月後、通勤や買い物に便利なマンションが見つかったので、改めてそちらを購入し引っ越した。中古だが高層階で見晴らしがよく、内装も素敵でくつろげる部屋だ。新しい部屋での生活に慣れた頃、ゆうやから携帯にメッセージが送られてきた。内容は予想済みなので既読無視をすると、今度は昼夜関係なくひっきりなしに電話が鳴るように。鬱陶しいので出たら、ゆうやが電話口で今にも泣きそうな様子で叫んだ。あさみ、なんで俺の口座残高100円なんだ。なあに、また仕事辞めたの。いや、仕事はしてるよ。そうじゃなくて、俺の貯金もっとあっただろ。ため息を一つついてから私は告げた。夫婦共通口座のお金のこと？自分の貯金は別の口座に移したわよ。離婚したんだから当然でしょ。は？意味が飲み込めないらしい優也に噛み砕いて説明する。ほら、お母さんへの仕送りよ。その分をボーナスから取り分けてそちらに残しておいたの。だからあの60万はあなたじゃなくて私のお金。お分かり？ゆうやが電話の向こうで黙り込む。一生懸命脳みそを働かせているのだろう。今後は自分の給料からお小遣いをあげてね。突き放すように言うと、ゆうやが狼狽した。じゃあ俺のマンションのローン9万誰が出すんだ。私を追い出しといて何言ってるの。あなたが住むんだから自分で払いなさいよ。当然でしょ。はあ、無理に決まってるだろ。お前俺より稼いでるんだろ。なんとかしてくれよ。呆れて物も言えないとはまさにこういう状況だ。いい弁護士が見つかったら慰謝料を請求するつもりなのに、こんな状態で大丈夫だろうか。やれやれと思いつつ、私は優也に交渉を持ちかけた。分かったわ。話し合いをしたいからゆめ子さんを連れてきて。本当か？オッケー、ゆめ子も呼ぶよ。ローンを肩代わりするとは一言も言ってないのに、ゆうやは声を弾ませ電話を切った。そして週末、約束通りゆうやと暮らしていたマンションに戻ると、ゆうやはゆめ子とソファーに並び嬉しそうに待ち構えていた。また奥さん、いらっしゃい。満面の笑みで私を出迎えたゆめ子は、
いそいそとキッチンに立ち、湯を沸かし始める。ゆうくんはコーヒーね。元奥さんもコーヒー？それとも紅茶？お構いなく。ゆうやの対面に腰を下ろした私は、室内を見渡した。ゆめ子の趣味らしい、ロココ調の真っ白なドレッサーや、フリルとリボンで飾ったクッションなどが床に散らばっており、私がいた頃とは部屋の雰囲気が様変わりしている。感じが変わっただろ。ゆめ子はお嬢様だから、庶民のお前と違って上品な家具が好みなんだよ。相づちを打った私は、コーヒーサーバーとカップを2つ運んできたゆめ子に微笑みかけた。ところでゆめ子さん、ゆうやと席を入れたの？まだなんです。パパに買ってもらったマンションの契約が来月切れるので、それからにしようかなって。ゆうやの腕に自分の腕を絡ませ、甘ったるい声で説明するゆめ子。ゆうやも鼻の下を伸ばし、デレッとした顔を浮かべる。週の半分はうちで暮らしてるから、もう結婚してるようなもんだけどな。けじめをちゃんとつけたいんだと。育ちがちゃんとしてる子は違うよな。お父様が地元企業の社長なのよね。ゆめ子さんもそこでお仕事をしてるの？はい、そうなんです。へえ。一瞬どもったゆめ子は何でもない風を取り繕った。口元を歪めて笑う私に、ゆうやが眉を上げる。おい、言いたいことがあるならはっきり言えよ。そこで私は持参したカバンから社内報を取り出し、テーブルに出した。キョトンとするゆうやの隣で2杯目のコーヒーを読み干したゆめ子がにわかに顔をこわばらせる。ゆめ子さん、一卵性の双子でもいらっしゃるの？いや、年の離れた兄さんが。最後まで言い終わらぬうちに、ゆうやは私が広げたページに釘付けになり、そのまま固まった。え、ゆめ子、どうしてあさみの会社にいるんだ？ゆうやが驚くのも無理はない。私の会社の制服を着たゆめ子がうちの子ペット自慢のコーナーに明るい笑顔で写っていたのだから。ゆうやは広報誌の上に身を乗り出し、ゆめ子の記事に目を通す。うちは県営住宅だから、ワンちゃん猫ちゃんがダメでハムスターを飼ってます。この子は3代目のゆきちゃん。おやつをおねだりする芸達者な子なんですよ。ハムスターはお金がかからないから、一人暮らしの人にはおすすめです。でもいつか結婚したら、ワンちゃん猫ちゃんも飼ってみたいな。読み終えたゆうやは困惑した顔つきを浮かべている。ほら、私広報部の主任でしょ。ゆめ子さんと直接面識はなかったけど、社内報を作るとき他の社員がインタビューした記事をまとめたのよね。ゆめ子さん可愛いからよく覚えていたのよ。まさかうちの会社の人間だったとはね。ゆめ子は小さく舌打ちし、ポソリとつぶやいた。するとゆうやが不満げな顔をゆめ子に向けた。タワマンで一人暮らしって言ってたのに。あ、つうことは社長令嬢も嘘なのか。実家暮らしならそりゃ俺を家に呼べないよな。ゆめ子はしばらくうつむいて沈黙した後、両手を顔の前で合わせ、ゆうやに謝罪した。ごめんなさい、どうしてもどうしてもゆうくんと結婚したかったの。途端にゆうやが怒りを引っ込め、だらしない笑顔を浮かべる。え、なんだよ、ゆめ子ってばそんなに俺を愛してるのか。私をちらっと見合ったゆうやは、平謝りするゆめ子の背中を優しく撫でた。だって年収800万のゆうくんに年収300万の私じゃ釣り合わないでしょ。社長令嬢とでも言わなきゃ結婚してもらえないと思ったのよ。シュンとするゆめ子にゆうやが得意満面に言い放つ。なんだそんな理由かよ。いや、モテる男はつらいな。知らず知らずのうちに女を虜にしちゃって申し訳ない気分だぜ。近頃薄くなってきた頭をかき、中年太りの腹を突き出し、ニタニタと笑みを浮かべるゆうや。
調子づく彼に、私は吹き出しそうになるのを必死でこらえていった。年収800万って、ゆうやの3年前の年収よ。は？あ、バカ、やめろ。ゆうやの制止を振り切り、私は彼の現在の給料明細をテーブルに載せた。紙切れをまじまじと見た夢子が、目玉がこぼれ落ちそうなほど両目を見開く。月収11万2000円ですって？ええ、この人は手取りが9万、年収130万弱のアルバイトよ。愕然とした夢子がぎこちない動きで隣のゆうやに首を向け凝視した。ゆうやは気まずそうに笑って言い訳を口にする。だってよ、この俺にふさわしい職場が見つからなくてさ、前の大企業より楽な業務で給料が高くて休みがたくさんあって残業ゼロの会社を探してるだけなのに、しょうがないから今はバイトで暇つぶしをしてるんだよ。ふざけんな。だよな、俺様が時給1200円って安すぎるよ。言い終わらぬうちに、夢子は自分の肩に回したゆうやの腕を荒々しく引き剥がした。動揺をあらわにするゆうやを苛立たしげな目つきで睨み吐き捨てる。あんたが私より安月給だと、せっかく立てた計画が台無しなんだよ。え、どうしたの？急に態度を豹変させた夢子に、ゆうやは目を白黒させている。だが夢子はそんなことはお構いなしに、勢いよく立ち上がり怒り任せに吠えた。結婚と妊娠を餌にちらつかせて私の借金を肩代わりさせるつもりだったのに、できないじゃない、どうしてくれんのよ。やっぱり妊娠は嘘だったのね。なぜわかったかって、妊娠中はね、カフェインの取りすぎは良くないのよ。さっきから夢子さん、コーヒーのおかわり3杯目でしょ。私の指摘に夢子が血走った目をつり上げた。いちいちうるせんだよおばさん。は？妊娠も嘘？おいおい、勘弁してくれよ。ゆうやが顔を覆い弱々しく笑いながら嘆く。夢子、さっきのは嘘だよな。俺をただの金づるだと思ってたなんて。愛してるとか、ゆうくんの子供が欲しいとか、そう言ってただろ。ゆうやの言葉にゆめ子はおかしくてたまらないという様子だ。うわぁ、痛いおっさんだわ。あんたみたいな中年太りの男、金がなきゃ相手するもんですか。いい年して自意識過剰で気持ち悪いっての。彼女の本性を目の当たりにし、たちまち首筋まで真っ赤になるゆうや。口をパクパクさせるが、怒りのあまり言葉がすぐに出てこないようだ。拳を震わせ憤怒の形相で自分を睨むゆうやを、夢子は小馬鹿にした面持ちで見つめ、こともなげに言った。ああ残念、来月あたり流産したと報告して手術代もぶんどるつもりだったのにな。この野郎。というわけで別れましょう。今週中に引っ越しするから、私の荷物はとりあえず置いといてな。ゆうやの怒りなどどこ吹く風といった様子で、ゆめ子はあっけらかんとそう言うと、さっさと帰っていく。二度と俺の前に顔を見せるな、嘘つき女。負け犬の遠吠えとばかりに怒鳴るゆうやだが、玄関扉が閉まるとすっかり意気消沈してソファーにへたり込んだ。くそ、給料からあんなに貢いだのに騙されてたのかよ。両手で顔を覆い、悔しくてたまらないといった小金で漏らす。45歳の一般男性が28歳の女性に結婚を迫られるなんて、冷静に考えてみればおかしいと気づきそうなものだ。しかも互いに嘘をつきまくっていたわけだから、同情する気は全く起きなかった。さて、感傷に浸ってるところ悪いんだけど、本題に入りましょうか。鼻をするゆうやに声をかけると、顔を覆っていた手をどけ、目尻の涙をこすった。なんだよ。ほら、マンションの月々の支払い、あなたが困るのはどうでもいいけど、
マンションの管理会社に迷惑をかけるのは嫌なのよね。少し考えてから、ゆうやはやっと思い出したようだ。そうだ、お前に金をもらわんとな。さあ、ローンの9万よこせ。顎をツンと反らし、高飛車な態度で私に手を差し出す。その前に、財産分与は知ってる？首をひねるゆうやに、私は簡単に説明した。今回の場合だと、二人の共有財産であるマンションを売却し、その代金からローンの残りを差し引いた金額を夫婦で分けるのよ。はあ。まだゆうやはよくわからないという表情をしている。不動産屋の査定によると、この部屋は2400万だったわ。そこから残りのローン1000万を引いた1400万を二人で分けるってことなの。ここまで聞いてやっと理解できたのだろう。1400万という言葉に、ゆうやの顔が輝き出した。じゃあ俺は700万ももらえるのか。当分遊んで暮らせるな。興奮した面持ちで、はしゃぎ声を出すゆうやに、私は冷静に告げる。私への慰謝料は、そこから払ってもらうわね。ゆうやの目が点になった。あ？そうそう。家族用のクレジットカードで、ゆうやが勝手に作った借金も引かなきゃね。私が立て替えて払ったけど、もう赤の他人なんだから、全額返してもらうわよ。クレジットカードの明細表をテーブルに広げ、携帯の電卓アプリで計算をした。現実が見えてきたのだろう。ゆうやの顔つきが、どんどん暗くなっていく。計算が終わった頃には、すっかり惨めな表情へと変化していた。そうすると、ゆうやの手元に残るのは20万くらい？あらあら、今後生活するのも大変そうね。え、20万？マジかよ。上ずった声でつぶやくゆうや。浮気をした自分が悪いんでしょ？自業自得だわ。ところで、お母さんには離婚を報告した？いや。じゃあ報告ついでに、仕送りができなくなったと伝えるのね。お金を渡したければ収入をもっと増やさなきゃダメよ。するとゆうやは恥も外聞もなく、ずうずうしい提案を口にしたのである。お前それなりに稼いでるよな。これまでの恩返しのつもりで母さんへの仕送りは続けろよ。はあ？5万くらい出せるだろう。なんと自分勝手な主張だろう。呆れて答えられずにいると、不意にインターホンが鳴った。モニターを確認してからソファーに戻る。誰だ？宅急便よ。お隣だったわ。ふーん。話を戻したゆうやは、私への不満をぐちぐちとぶつけた。つーか、浮気の慰謝料を取ろうってのもがめついよな。男はみんな浮気をするもんだ。我慢して耐えるのが嫁の義務だろうが。まるで私が悪いとばかりに尊大な口ぶりで喋る。しかしリビングの戸が開き、ある人物が入ってくると、ゆうやはたちまち顔面蒼白になった。か、母さん、なんで来たんだよ。現れたのは義母だ。揉め事の最中に訪ねてきたとは思えぬクールな面持ちで、義母は私たちの元へやってくる。息子の家に来たら悪いかい？いや。狼狽するゆうやに静かな口調で義母が語った。仕送りのお礼とパートの仕事が見つかったという報告をしに来たんだよ。最近は体調がいいから少しずつ働こうかと思ってね。いつまでもあんたたちに援助してもらうのは悪いし。気にすんなよ母さん。ゆうやは額から滝のような汗を流している。浅見さんに連絡すると、3時ごろなら都合がいいと言うから訪ねてきたんだよ。なんでこいつに連絡したんだ。小さな声で嘆いたゆうやが私を振り返り、鬼のような顔で怒鳴りつけた。おい、揉めてる様子を母さんに見せて味方につけるつもりだったのか。ずる賢いやつめ。お黙り、この嘘つき。雷のような叱責に私もゆうやも息を呑んだ。
普段は穏やかな義母が怒りに燃える眼差しを優也に向ける。さっきのお前の言葉を聞いただけで、これまでの話が全部嘘だと分かったよ。麻美さんが仕事にかまけて家事を全部自分にやらせるとか、自分は家でないがしろにされてるとか、よく言えたもんだね。へえ、私のことそんな風に言ってたんですか。私は呆れまじりに言った。それ優也ですよ。これまでずっと理不尽な暴言を浴びてました。義母の態度がこれまで妙に冷たかったわけだと合点がいく。怒りが収まらぬ様子で義母は優也を罵った。私への仕送りを妻に払わせる、それに加えて浮気だなんて、最低な夫だね。息子にひとしきり怒りをぶちまけた義母は私に向き直り、深々と頭を下げた。麻美さん、これまで知らなかったとはいえ、冷たい態度をとってごめんなさいね。顔を上げてくださいよ、お母さんは悪くありません。申し訳なさそうにうなだれる義母に私は慌てて言う。やっと顔を上げると義母は毅然とした態度で宣言した。今日限り息子とは縁を切るよ。今更だけど許してもらえるかしら。もちろんですよ。誤解が解けて一安心です。笑顔で話す私と義母の横で凍りつく優也。縁を切る？冗談だよな、母さん。自分に向かって伸ばされた優也の手を払いのけ、義母は厳しい口ぶりで言い放った。一生懸命育てた息子がこんなみっともない男になるとは、失望したよ。学生時代は真面目だったから、家庭や仕事にもきちんと向き合ってるとばかり思ってた。まるで虫けらでも見るような目で優也を見据え、ピシャリと言い放つ。金輪際連絡をよこすんじゃないよ。いいね。そんな。床に座りメソメソと泣き出した優也を無視して、義母が温かい笑顔で私を誘った。麻美さん、仲直りの印にお茶でも飲みに行きましょう。いいですね。私ケーキの美味しいカフェを知ってますよ。にこやかに話しながら完全に意気消沈している優也を放置して、私と義母はマンションを出たのである。後日ゆめ子に慰謝料を請求すると、最初は払うのを拒否した。バーで誘ってきたのは優也さんよ。私悪くないもん。半年ほどごね続けていたが、私が雇った弁護士の説得にやっと応じて、私の銀行口座には200万が振り込まれた。ゆめ子は実は仲のいい同僚に優也との浮気をこっそり打ち明けていたらしい。その同僚が周りに言いふらしたので、あっという間に社内に知れ渡ったという。会社に居づらくなったゆめ子は退職し、実家のある地方都市へ逃げるように引っ越したそうだ。身から出たサビとはこういうことを言うのだろう。そして約束通り、私たちは財産分与を行った。慰謝料と勝手に使い込んだ夫婦貯金、私名義のクレカでの借金、それらを私に弁償した優也は、ゆめ子が家財道具を引き取った後、マンションを売りに出し、築50年のボロアパートへ引っ越した。私への弁償のために優也は新たな借金を抱え込んだ。加えて手取り9万では生活ができず、重い腰を上げて他のバイトを探したという。今では3つの仕事を掛け持ちして、早朝から深夜まで働いていると聞く。これまで私に家事を丸投げしてきたせいで、家のことが何もできず、部屋はたちまちゴミ屋敷と化した。部屋が臭いからどうにかしてくれと近隣住民から苦情が起き、大家からは迷惑住民扱いされているらしい。独身に戻った私はのびのびと一人暮らしを楽しんでいる。我慢せずにもっと早く離婚すればよかったと悔やんでいるくらいだ。5年間を無駄にしたという気持ちも多少あるけれど、
今回の件をきっかけに義母と仲良くなれたのは嬉しかった。これまで優也は私の悪口を義母に散々吹き込んでいたのだろう。一緒に買い物に出かけたりすると義母に驚かれるのだ。あさみさん、聞いていたイメージと全然違うわ。あの子ったら嘘ばかりついてたのね。優也が私についてどう話していたのか気になるが、恐ろしくて確認できずにいる。優也の暴言に振り回されていた日々から解放され、心も体もすっかり軽くなった。仕事が忙しい日は掃除を簡単に済ませたり、たまにはデパ地下の惣菜を買ってみたりと、自分をいたわりながら暮らしている。今後は誰にも遠慮せず、悠々自適な独身生活を楽しむつもりだ。